わあ、デュラハーン。モンスターズシリーズで後期でちょっと強くなったデュラハーン。2体だったら倒そうか。硬いな、デュラハーン硬い。なんで首がさ取れてるその鎧のことをデュラハンって呼ぶんだろうね。なんかどのゲームでも大体そうじゃない？なんか昔のそういう神話的なのにおるのかな、そういうデュラハンっていうのが。おるんだろうね。レザーマント、なんだと。さっきの地下に降りる方の扉は何だったのか気になるな。あ、わかった。ここに繋がってんだ。違う。どこだ、ここ。わあ、もう迷った。迷った。逃げる。ああ、デブは負けるけど、この、何この筋肉や筋肉おじさんからは逃げられなかったわ。よし、2回目は確率が上がる。ちょっとククール、もうさ MP ないやん。ククール MP がないぞ。神は告げられた暗黒の城は常に主と共にある。万が一主を失えば、なんて呼ぶの俺マジで。なんとかな巡礼者にさえ牙を向くだろう。ケーまでしか読めないわ。ごめんね。で、とりあえずこっち、ここ押したいんでしょ。キングミーク一体なら殺す。これは頼む、お前たちのパワーを見せてくれ。壊せ箱ごと。こういう時必殺出しましょう。痛恨。ギガンテスはいいよねけど、痛恨もあるしね、いいね。ワンチャンが多いね。ワンチャンがマインドブレイク。普通に上上がっちゃって、もう良さげじゃない。下になんかある、これ出れる。宝箱があるだけ臭いな。登ろう。喜んで取りに行くのにな、普段だったら。え、行き止まり。よ、驚きとまとっている。チャンスだ。行き止まりじゃないか。ってことはやっぱさっきの分岐のところまで戻った方がいいのかな。けど後戻りはしてはいけないって言ってなかった。戻ってはいけない。こいつ早いんだよな。
けどあそこまでは戻ってもいいよな。とりあえず宝の方向まで、宝の近くまで行ってみよう。こっちなんか通路あるかもしれない。かもしれない運転。あ、あるある。ある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 。あるある。うわあ、もう来た。こいつら嫌い。嫌いこれ。こいつらマジで嫌い。頼む。お前らはダンスなんかに釣られないだろ。はあ。鼻が。なんで鼻が詰まるときってさ、なんで片方だけなんかきっちり詰まるんだろうね。わかる？言ってること、言ってる意味わかるかな？なんで片方だけがきっちりなんか詰まっちゃうんだろう。でなんかちょっとなんかこうか角度を変えてさ、横になったりしたり上向いたりさ、ちょっとそれが左から急に右になったりするじゃん。右から左とか謎だよね。まあ、両方行っちゃったらもう死ぬか。両方行っちゃったらさすがに死ぬわな。ここどこ？ここどこ？どこここ？あ。つながった。これですごくショートカットできるようになったね。こっちだろうな。なんかついたんじゃないこれ。これついたよ。いや逃げれない。筋肉おじさんからは逃げられない。はーい。お、何？爆弾岩のかけら。いたん。MP 不足。あ、まだついてなかった。まだついてない。いやけどなんかこの感じは入っていいのが、ここ入っていいのかな。なんか奥のその橋が気になるよね。一旦気になったら行っちゃうよね。あそこに宝箱がある。何ここ。上か下か。ちょ、上なんだ。何もない。上は何もない。リザードファッツ、気づいていない。殺せ。こいつ見ると情けないあのヘボ王子思い出すわ。アルゴングレートの名前も出てこないわ。もうヘボ王子なんだっけ。なんだ名前、なんだ。ヤゴス。
いや、ヤゴスじゃねえ、チャゴスだ。ヤゴス。惜しかった。思いのほか惜しかった。てか、こいつら H、H 高いわ、H。H がもう、なんだこいつら。なんだ、 S も速いのか、 HS かで、 A もあるよな、 HSA。 マンチキ、よし、下なんだここ。ふけーなー。このダンジョンふけー。右に階段。で、左にも階段。どっちからでも降りれる。じゃあ右。え？降りれない？あ、降りる。鶏さん、逃がして。鶏さん。鶏ちゃん、もうザオリク打てんよ、もう。うん、ザオリク打てないよ。ザオラルは打てる。よし、てかトヘロスしよう。まあけど敵の方が敵の方が強いから、もうどうしようもないんだよな、トヘロスやったところで。やったところでなんだよな。バイザウェイなんだよな、バイザウェイ。あれ？左側の階段がないぞ。あ、向こうか。向こうと向こうか。で、こっちか。あー、なんかここ懐かしい。なんかここ懐かしいぞ。もう逃げるのは、逃げるのはもうやめた。ニワトリからは逃げられない。おいおいおい、筋肉まといし者が、そんな雄たけびに臆すると思うか。バカめ。ふ、そんな、その真空波、そよ風だ。そよ風。この筋肉の前には、その真空波もそよ風に過ぎない。ニコニコの大相撲の動画面白いよね。あのコメントがおもろいよ。力士はもはや危ないのは新幹線の方である。あれ面白すぎる。でん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 てれれれってれれってれれってれれ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 れさ、決めちゃっておくれ。痛恨の一撃、ありがとうございます。てってってって、またうっ。あ、食らってねえのか。降りちゃって、ええか。降りるぞ。
ゃみ、うーわ、敵出ないで、敵出ないで、逃がしてください、俺相手逃がせ、引っ掛け問題だったわ、ここ。右側の階段を使わなければいけなかった。左側の階段を使ったがために、行き止まりにぶつかってしまった。はっ、はっ、ここにも出るんよな、メタルキング。まあ、とりあえず倒すか。ちょっと撮影時間が1時間超えてしまったけど、もうどこで区切ればいいかわからない。けどもう MP が本当に、エテの MP 尽きたら回復っていうか、もう14しかねえ、14しかねえ、これまずいな。これデスルーラーか、これも。いや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 、命を粗末にするな、名誉を粗末にするな、名誉。どないしよう。あ、死なないでね、ゼシカ。ゼシカ死んだらマジでリレミと打てなくなる。シャレならん、それは。それシャレなんない。はい、生きてる、あぶねえ、ぶねえ、12 いやー、ここまでかな、もうちょっとだけ。まあね、階段下ろしたし、戻ってこられるっちゃ戻ってこられる、簡単にね。うんうん、戻ってこれるよね、サクサクっと戻ってこれるはず。一旦引こう、うん、これ以上の探索は危険だ、うん、リレミとジェシカ死んだらもう生き返らなくなったら、ほんとまた歩いて帰らなきゃいけなくなるから、それだけはもう竜骨の迷宮の二の舞になってしまう。ほんとあれギリギリだったからな。ルラ、ないよな、ルーラポイントの設定はないみたいです。一旦じゃあまた川沿い行こう。よし、とりあえず中層ぐらいまでは行ったんじゃないかな、うん、次また次パートまたあそこから始めるね。そのちょうどあの階段を降りるところぐらいまでちゃんと進めて待機させておきますので、うん、マジ全クリが近づいてきた。まあ、勝てればの話なんだけどね、ラプソンにね。はい、では今日もエテポンゲはお仕事あるので、一日ゲームは1時間までとお母さんに言われて育ってきたので、今日はゲーム終わります。アプリします、アプリで遊びます。はい、ご視聴ありがとうございました。